ラーベナウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ギーセン郡に属す、町村である。郡庁所在地のギーセンから北東、約20キロメートルに位置し、大学都市マールブルクからは南東にほぼ同じ距離に、あたる。ヘッセン州のほぼ中央に位置している。この町の町名は、地域名のラーベナウに由来する。ラーベナウは、ラーン川左岸の支流であるルムダ川沿いにあり、ギーセン。 マールブルク、グリューンベルクの三角内に位置している。この町は、海抜320メートルから400メートルの間の山に囲まれている。より広い視点では、ラーアンタールとホーゲルスベルクとの間にあたる。南は、ベッテラウに至る。ラーベナウは、北は、エプスドルファーグルンと北東は、ホムベルク、東は、グリューンベルク、南は、ライスキルヒエン。 南西はブーゼック、西はアレンドルフと境を接している。ラーベナウはアラーツハウゼン、ガイルスハウゼン、ケッセルバッハ、ロンドルフ、オーデンハウゼン、リュディングスハウゼンの各地区からなる。行政機構の所在地はロンドルフ地区である。自治体、ラーベナウはヘッセン州の地域再編に伴い、1970年10月1日に、 カッセルバッハとロンドルフが合併して成立した。1971年12月31日には、アラーツハウゼン、ガイルスハウゼン、オーデンハウゼン、リュディングスハウゼンがこれに加わった。宗教改革から第二次世界大戦までこの地域は、ほぼ完全に、福音主義が信仰されていた。このため、現在でも、福音主義の市民の比率は、極めて高い。住民の 約10%がカトリックで、その他の宗教団体は存在しない。2011年3月27日の選挙以降、ラーベナウの町議会は27議席からなる。クルト・ヒルゲルトナーは2011年11月27日に2期目の任期についた。ヒルゲルトナーは唯一の主張候補として有効投票の90.6%の支持票を集めた。 ラーベナウは1971年7月30日に以下の紋章の使用を認可された。赤い頭部の元は銀字に黒いハートで作った蜜葉模様。この紋章はノルデックツール・ラーベナウ家の紋章に赤い頭部を補って転用したものである。旧ロンドルフ駅町境から遠くない場所に連邦アウトバーン A5 号線のグリューンベルク・インターチェンジがある。 1896年からロンドルフ、ケッセルバッハ、オーデンハウゼン、ガイルスハウゼン駅を有するルムガタール鉄道が、ラーベナウを通っていたが、現在は廃線となっている。旅客交通の最寄りの駅は、ホーゲルスベルク鉄道ギー線、フルダ線のグロー線、ブーゼック駅及び、グリューンベルク駅で、どちらもラーベナウから約 12km の距離にある。 この他に地域交通にとって重要なのはマインベーザー鉄道をカッセルギー線、フランクフルト線のロラー駅でラーベナウから約1 4トルである。最寄りの広域鉄道駅はマールブルグ駅及びギー線駅でマインベーザー鉄道で約2 3トルの距離にある。最寄りの空港はフランクフルトアムマイン空港で約8 0トル離れている。 基礎家庭学校と幼稚園はロンドルフとリュディングスハウゼン地区にある。これより上級の学校は近隣のアレンドルフ及びグリューンベルクにある。ありがとうございます。